だだ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 だ。はい、どうもシフォンモータース工場長のムカです。どうもアルバイトの隊長です。はい、今日はちょっとシフォンモータース二輪部門が稼働します。お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりに二輪部門なのに自分のじゃないっていうね。ちょっと今日はね、久しぶりの15万円で買ってきた元不動車忍者 400R ちゃんでございます。はい、訳ありに訳ありを重ねて、元は15万の価値があったかどうかもちょっと定かではないレベルの問題児でしたけど。いや、15万円は安いよ。いや安い。これで15万手はかかったけど、一緒に直してこれたから、その経験がプライスです。って言っておかないと自分の心がもう保てないんだろう。やめろやめろお前やめろお前だけどね、そんな問題児忍者 400R さんを今日は改造していきたい。はい、まだ全然乗ってないけどね。ね、乗ろうよ。いや、もう待ってんだ私は。いや、だってさ、もう乗れるでしょ。だって今日乗ろうと思ったらさ、うん、雨やもん。いや、それな、もう梅雨ですよ。そうなんですよ、梅雨入っちゃった。台風来てるし、もうバイクの美味しい季節は終わりましたね。終わりました。もう今年のバイクライフ終了です。終了。そんなそんな言わんでよ。梅雨明けたらまた乗るで。というわけで、まあちょっとね、全然このね、純正かっこはてなぐらいな感じで乗ってないんですけど、ハンドル変えます。今日はね、セパハンにするんだって君。はい、ちょっと僕一人じゃ大変なんで、手伝ってもらおうかと思いまして。はい、わかりました。やっていきましょう。はい、バイクの改造そんなにやったことないからね。私はタイヤのリムにステッカー貼ったことあるぐらい。あ、やってたね。うんまあでもそんな感じっすよ。あとここバーエンを死ぬ気で外したぐらいかな、やったことあるのは。あ、なるほど、うん、今日もバーエン外しますよ。はい、頑張ります。それじゃあやっていこう。というわけで、はい、今ついてるハンドルがですね、はい、こちらのナロー型っていうね、ハンドルになります、はい、こういうやつね。はい、まあ、元からね、忍者 400R はこれ純正でね、まあ、バーハンドルがついてたんですよ、うん、はい、これもうちょっと角度がね、緩いやつなんですけど、まあ似たようなもんですわ、今日はですね、このハンドルをね、もう付け替えたい。でね、すごいですよ。私、某ネットショッピングサイトで買っちゃいました。はい、こちらです。はい、じゃーん。え、ゾゾタウンでバーハンドル変えるんだ。ゾゾタウンの箱できた。はい、まあ、箱は関係ないんだけど、はい、こちらです。これがセンターに来るやつで、うん、ここに刺さる。え、待って、1個グリップないやん。うん、まあ、グリップはもうどちらにしてもこれ使わないから取っちゃう。グリップが入ってないやん。そう、稲荷が入ってないやんみたいな。やめて、一部しか通用しんからですね。オタクくんさ、すぐネットミームリアルでも通用すると思って喋るよね。そういうとこだよ。というわけでセパハンつけていきます、はい、でこちらね、まあ、セパハン、まあ、セパレートハンドルの略なんですけど、はい、皆さんチャンネル隊長の、ね、リスナーさん多分ね、バイク乗りの方ね、車乗りの方と比べてやっぱ少ないから、そうだ、ね、ちょっとわからない人が多いと思うんで、ちゃんと説明しておこう。はい、ムーカちゃんのセパハン講座。今ついてるこれはバーハンドルの一つです。はい、これは、ハンドル、ここのハンドルの端っこ、はい、真ん中、はい、この端っこが全部1本のバーになってます。だからバーハンドルっていうんだよ。さすがです。そしてセパハンは右と左の棒が分かれてます。はい、はい、それをこの真ん中にこうね、ジョイントして、はい、ね、はい、こういうね、はい、感じで3つのパーツを合わせるんです。合わせるんです。合わせるんです、はい、左右が分かれてるからセパレートハンドルって呼びます。はい、ちなみに向きは逆ですよ。あ、そういう向きですね。はい、そうですね、はい、これだと奥行っちゃうから、そうそうそう、そうそうそう、自分の方にね、向けます。はい、まあ、こういう感じでございます。はい、はい、まあどっちかというとスポーツバイクはみんなこんなハンドルです。バーハンドルはまあ一般的にツアラーとかが多いかね。うん、うん、標準的なバイクはだいたいバーハンドルが多いかなっていうイメージですね。はい、で乗る CB もそうですね。そうですね。知ってる、白バイ知ってる？うん、白バイ知ってる。白バイ知ってる。白バイあれだよ、こういったね、まあナローじゃないと思うんだけど、まあ、もうちょっとね、角度緩いと思うんだけどね、すげえ高い位置にある。へえ。よく白バイ見てみるとね、すごい高い位置にハンドルポストがこう伸びてて、でこう出てんのよ。へえ、そうなんだ。そうそうそう。あ、ごめん、白バイのお世話になったことないから、あんま近くで見たことないんだよね。あ、マジっすか。
今心えぐられた人間が数人いると思う、はい、あそうだね、はいまあ、もう10年ぐらい前の話なんですはい、とりあえずですね、まずはこのハンドル周りについても全て外していきたいと思います。はい、もう全部移植しなきゃいけないんでね。そうですね、はい、ちょっと降りていいですか、ね、あ降りていいですよ。ちょっと柱つわりですね。はいはい、しゃがんでもらわないと映んない。あ、はい、もうちょっと、はい、もうちょっと立っていいよ。きついよ、はい、きついよ。こうやって言えば私の膝はその変幻自在じゃないの。すまんすまん、もうここかここかここしかない。あ、今のとこ今のとこ、あ、そこそこそこはい、そこ今のとこここはいはいはい。それじゃあまずハンドル周りについてるもの全部外していくよ。はい、やっていきましょう。はい、これ外そう。はい、あ、それはすぐ、結構すぐ脱げるんだね。またネットミーム次ならばネットミームだな。ミームってほどじゃねえだろ。あ、そっか、これをミームと思ってる俺自体もあるぞ。これをミームと思ってたらお前のネットの世界は狭すぎるぞただでさえネットの世界なんて小さく狭いのに。おい、やめたべ、泣くぞそれインターネット老人会やめたべ。で、これね、タンクが傷ついちゃうといけないんで、これで保護しておきましょう。はい、これいいよね。たまにこれで普通に体拭いてる。はい、じゃあまず、これ外そうか。六角さん、はい、うん、今、すごい頭の中の計算式が耐久2の調子バカかてぇな、誰だこれつけたやつ。そんな誰だこれつけたやつ。いやこれはね、ブラブラするからね。そうですね、気をつけてください。誰ですか、そんなに隠した人。そんなことはいいですか。硬い。あ、これは線が繋がっている。そうです、危ないです、これは。こいつうわうわは抜いちゃおう。抜いちゃおう。はい、そしたら、はい、そしたらば、このボックス類を外していきたいだが、はい、まずバーエンド出す。バーエンド出す。バーエンドを外そう。あ、そういうこと。そう、ほら。おお。よかった。救出。はい、決めました。これは。え、すごい息合ってる。やおやおやお。どう？取れたぜ。そう、あの、はい。力むと変な声出る。目覚ましにしよう。ギャオ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 。もうスイッチ周りはね、ちょっとパーツがややこしいんで、これ僕やります。頑張れ。はい、というわけでね、まずこのグリップをね、外します。はい、はい、これね、もうグリップボンドがついて、もう素手じゃ絶対取れません。誰だグリップボンドなんか、固くつけたやつ。いや、固くもクソもないやろ。これつけないといかんから。まあ回っちゃうからね。ポンっていっちゃう。うん、はい、じゃあこれ外します。で、これ外すのに何を使うかというとエアーです。はい、まあこれ付いてもらってるんですね。エアーです。手でクイックイックイックイやって、そう、そのプーッとプーッと音が出た。正解。はい、ここまで来たらね、このハンドルポストのここ、よし、持っててね。はい、いいですね。はい、持っててねって言ったじゃん誰が撮影するの。持っててねって言ったじゃん。はい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 、ドラえもん。はいはい、撮るよ。はい、みんなで乗ろうよ、楽しいバイク。みんなで乗ろうよ、楽しいバイクって。はい。やるやつやん。そう、できるね。もしくは弱虫ペダル。舞台版弱虫ペダル。ああ、本当だ。見えてきた、うん、見えてきた。はい。取れました。はい。じゃあいよいよ、はい、セバハンつけていきますよ。はい。真ん中のやつつけていきます。はい、はい、
これね、向き気をつけてね。そうですね。ハンドルを刺した時に手前に来るようにね。そうだね。手前に伸びるように。そうだね。こっち向きです。こういう感じね。うん、はい。こっちにしちゃうとハンドルあっち行っちゃうからね。そうだね。大変なことになっちゃうね。はい、うわーってなっちゃうから。それ、うん、僕のバイクじゃなかったらそれでいいんだけどね。もちろんもちろんもちろん合う合う合う。キラヤマトやめなさい。はい、というわけでつけていきましょう。ありがとうございます。ちなみにこれなんかね、元はね、忍者 650R についとったらしい。え、じゃあこれじゃん。まあまあそう、あの互換性っていうか、あのエンジンの排気量が違うだけだからね。そう、はい、よよ、一応合わせていく。お、頼む。はい、というわけでね、ハンドルの、ベースがつきました。はい、はい、ついでにこれもつけちゃった。私がトイレハマってる間に終わっちゃった。はい、やっときました。あざます。はい、残りやっていきましょうか。はい、はい、で、これさあ、ここにぶっ刺すよ。はい、ここに、こちらクラッチが来るんで、クラッチの隙間のことも考えて、おお、片方できたよ。イエーイ。じゃあ反対側もつけよう。はい、あれ、それとなんか長いの。セパハン取り付けがとりあえずまだ仮なんですけど、うん、はい、もうつきました。はい、で、ここで一つ問題点が、はい、ハンドルこっちに切ると、うん、こっちギリギリなんだよ。ここね、クラッチね、ギリギリ。こっちは、はい、で、ブレーキいくよ。当たるんよ。あ、これ当たっちゃうんだよね。これはまずいですね。これは良くない、非常に、まあ、よほどここまで切ることって、ね、止める時以外ないんだけど。いや、もうまずいですね。よろしくないよね、これね、あんまり。ここが当たっちゃうんだよね、うん、で、ここのレバーの調節で逃がせれるかなと思ったんだけど、うん、ベースが当たってるんだよ。こうやって当たっちゃう、うん、で、今いろいろ位置をこうやったんだけど、削ろう。うわ、削っちゃう気だよ、ちゃんと削るよ。どうかな、まだだ、もっと深い。オッケー。いった。見て。おお。当たってない。当たってない。当たってない。いいね。はい、完成しました。できた。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、見てください。はい、セパハンです。はい、かっこいい。下がったね、ハンドル。そうだね、だいぶ下がったよ。お、あ、めっちゃ前傾じゃん。いいじゃん。これぐらいだったもんね。そう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 、背筋こう伸ばせてた。だいぶ、おお、急になんかちょっとスポーツカウルっぽくなったね。ね、これは嫌でも前傾になるね。腕が短ければ短いほど前傾だよ。はい、どうです？すごいね、これはやる気になっちゃうね。マジ？ちょっと僕も乗っていいですか？やばいよ。はい、じゃあ、失礼します。よし。よいしょ。おー、やばいよね。いいね。スポーツ。あ、いいな。スポーツだよね。うん。あの、前までさ、ちょっと、もうちょっと中側にとってやん。うん。高くて長かったので、なんか、ちょっと僕は慣れなかったんで、うん。ね、なんかこの見た目に合ってるポジションって感じ。そうだね、うん、うわ、すげえ。でも、あのガチのスポーツバイクってさ、これプラス足が
あ、そうだね。もうちょっと高くて後ろなんだよ。そうだね。で、足首の角度もこうなんよね。ほぼなんか寝てるぐらいの角度だよね。そうそうそう、こういうのがポジションなんだけど、うん、足は普通じゃん。あ、そうそう、足は楽だった。そう、だから多分これで一番乗りやすいわ。うん、うん、いやー、セパハンいいっすね。いいっすね。やっぱいいわ。早く乗ろうな。乗りてー。マジで乗りてー。マジでな。なんで今日に限ってアングルんすか、先生。知らないよ。うわ、晴れたら乗ります。はい、ちょっと忍者いいと思ったら。いいと思ったかもしれない。あ、本当？あの車重が重いだけで、あのすごく乗りやすいバイクなんでね、あの僕はこれをね、あのぜひあなたに一度乗ってインプレッションしていただきたいなと思います。いや、でも私には ST あるから、いい加減マジでツーリング行こうな。そうだね、まあ、だけど6月天気予報見たらね、ここ1週間ずっと雨なんで、じゃあ次回は ST をセパハンにしますか。やだやだ。やだそうです。これでもう、え、ムーカさんもセパハンにしないんですかのコメントを封じたぞ。イエーイ。久しぶりのバイクいじり、ちょっと楽しかったです。あ、よかったです。でも ST は特にやりたいことないので、これからも忍者をいじっていきます。もう いいかな。あれまあわかんないです。とりあえず僕は早くポリジュン先輩のバイクを。そうじゃん。はい、作ってあげないといけないんで。そうでした。はい、頑張っ。はい、頑張ります。ツーリングもそのうち行くと思うんで、お楽しみに。はい、はい、それでは本日の動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。お願いします。それでは皆さん、バイバイ。バイ。ちょっと大事なこと忘れてた。え、何？俺カブ直さなかん、その前に。あ、次回カブ修理やった。